鍋田川は、三重県と愛知県を流れる一級河川。一級水系木曽川の葉川。木曽川の終わり大橋の下流砂岩に位置する、鍋田上水門から取水し、三重県桑名郡木曽崎町地内を流下、木曽崎町泉付近で、愛知県や富市を流れる水路と交流した後、愛知県との県境を流れる。木曽崎町三崎付近で町内を流れる、中央幹線排水路と交流。 川口近くで、原土桑ワに沿うように流れを西に変えて再び、木曽川に合流する。八戸市の芝井川排水機場。シャッター前に、海抜ゼロメートルと伊勢湾台風での浸水3.9メートルの標識が設置されている。かつては、木曽川から自然分流しており、海部群南部の農業用水などに利用されていたが、年々進む流域の地盤沈下によって、 塩分濃度が高まるなど用水としての利用が困難となっていった。特に昭和19年から21年にかけての地震で地盤沈下が進行。塩分濃度は上流部で0.04%、下流部では0.1%に達したという。1959年の伊勢湾台風では波堤により流域に大きな被害を受けた。当時の流路延長 7.67km のうち、 ウガンの木礎先村側だけでも約 5.9km が被災、全流路を復旧することは困難であるためハイカーが決定され、1962年までに分派口と河口が締め切られた。稼働はほとんどが埋め立てられた。また、前述のようにかつての分派口には用水を取り入れるための水門が置かれるとともに、 川口部にも船舶が航行できる水門が設置された。現在でも河川管理上は一級河川として扱われている。なお、地盤沈下の進行によって、下流域では右の写真にあるように海抜より河川水位の方が低くなっている。水門排水機場基礎崎町深化路途付近のちょうど鍋田川線沿いにはおよそ4キロメートルにわたって、 約1500本の桜が植えられており、毎年4月には桜祭りも催されるなどして、大勢の花見客が訪れる。ありがとうございます。